あそこのでしたっけ監督この監督ははいどうもこんにちは、えー、月曜日となりました、井原一夫のここだけの話、第6回目ででですすす本本日ののゲストは、えー、こ方めましてじゃないですねどうしよう山本です彩子です。 よろしくお願いします。お願いいたします。ますあのー、あれですね、そうですね、全然違うんですよ。<laughs> <ん>びっくりしました。<laughs> びっくりしましたあのー、あれですね、前前回は先月ですかね、うん、夏子さんの番組に出ていただいて、ねはい、えっと富士のふもとの音楽祭の話をたくさんしていただいたと思うんですけど、はい、えっと山本さんは 藤野本音楽祭実行委員長そうですをやってますどうですかあれから二週間経ってはいバタバタですバタバタです忙しい時期にそんな忙しい時期に出ていただきましてありがとうございますこちらこそありがとうございますどうですかねあのまた同じ話ですけどちょっと今日 ね、この話はでもとにかく今日はですね僕はあの、はい、この富士のふもとの音楽祭、はい、これについてたくさん聞きたいんですよ。はいお願いします。はいどうですか。<laughs> <laughs> どうですかコンセプトからいきましょうか。そうですねもうどっちがあのパーソナリティがわかんないような状態ですけど。<laughs> 一応ですねこれ、はい、あの世界遺産になった富士山をまああの自分の子供たちとかまたその次の世代とかにあの綺麗な状態で残していこうっていうコンセプトで。 あのー、この収益の一部を富士山基金っていうあの富士山の環境保全のためにあの使うように集めてるある募金があるんですけどそちらに寄付をしていくってことで、あのー、環境保全の運動にあの参加していこうっていうことがコンセプトで一応あって素晴らしいそ,の、まあ、それに合わせて合わせたというか。うん あのアーティストさんが参加してくれてライブをしてくれたりとかあとワークショップや出展などがあるイベントになってますまああのあれですねじゃあ日本の宝から世界の宝となった富士山、はい、このふもとで音楽を交えて盛り上がろうじゃないかというイベントですね。はいはいすはい、本当にに富士山目の前に見えるいい 場所なんですけど、ロケーション最高で、はい。まあでも世界祭になったからっていうよりかは私自身がもう富士山が好きで、大好きで、はい、形が好きで。山本,山本さんどこ、<laughs> <laughs> あのもうそのあの存在が気になんですよ。こんなこんな形、存在あ<う>存在が<で><で>はいそ。そうなんです。はい ななんかあるるだけでもうほっとするじゃやっぱ静岡の人ってあのやっぱ当たり前のような感じですけど県外の人たちってやっぱ来ると必ず富士山の話題出ますよね,すね、はい、あんなの毎日見れていいねとかいす,ねすごい言われるんですよねそれだけやっぱ富士山は素晴らしいものだと思うんですがそ,です、ね、そんなところで、えー、音楽祭ということなんですが、うん、どのようなアーティストさんが出るんでしょうかアーティストさんは <laughs> 順番に、順番にどちらからいきますか。あこちらからじゃあ。ららはい、H Z トリオさんっていう、こう男性三人組ですか、ね。ピアノ三名トリオで、まあペズっていうインストジャズバンドがあるんですけど、その中のまあ三人だと言われています。 これれ言言ってていいいんでしたわます本人たちはやんわり否定してるけどみんなバレバレな感じで次青木カレンさんっていうのもジャズのシンガーさんですごい美人ですね美人ですよね男性陣結構飛びつきますね飛びつく感じでガリレオのんか挿入歌とかあと NHK の主題歌とかんかいろいろ歌ってます 結構有名な方なんですね。そうですね。知る人は知ってます。るはい。で、続きまして、続いて青田健一さんは。静岡の方は結構知ってると思いますけど。結構活躍してるソウルシンガーさんって感じですね。僕あの。えっ、ー、と、ミュージシャンとかあんまり詳しくないんですけど、この青田健二さん。うん、この方の名前だけは知ってます。<laughs> はい よく静岡県内とか、まあ、東京でもライブとかいろいろやってます、ね、あちこちでね、うん、ライブやってますよね、はい、すごくあの有名な方ですね,ですねはいで次が黒色すみれさんっていうこれはちょっと変わった2人組なんですけどこれ女性そうです女性2人で、まあ、ラグジュアリーな感じの格好というかロリータ系な格好で<ー>で,で音楽はまたこれも変わってる なんて言ったらいいの、ほかにはいないっていう感じですね。独特の,この人たち。そうです。ピアノとバイオリンの二人で。で、ピアノの方が一緒に歌も歌うんですけど。で、バイオリンの方が浜松の出身で。あ静岡出身です、ね。そうなんです。地元の方ですね。でも、結構、なんだっけ、ミュージックフェアに出たりとか。<ー>全国で活躍されてまる。はい。 で、次。<ー> <laughs> これは。<次>ちょっと絵ですね、この方。そうです。ゴマミーツユザーンさんは。ゴマさんはもう、あの、バンドとかでいただきにも出演されている方で。ユザーンさんはタブラの。まあ、二人とも、その、それぞれの楽器の日本では。一番の奏者かなと思いますけども。その方々のユニ、ユニットっていうんですか。そうです。ユニットとして、ご出演いただきます。いはい。 そして、そしてジョンソンズモーターカーさんはこれはアイルランド音楽ですねア。アイルランド音楽ど、どんな感じなんですか。<laughs> どんな感じ。<laughs> ノリノリ。元気なノリノリな感じで、三この中の三人はもう外国の方なんですよ。はい、アメリカ人とか。ほう 多国籍なバンドで。多国籍バンド。はい、で、ドラムの方がこう言ってんで、女性の方、富士宮市の出身のりなまめさんっていうドラマ、ドラムの方で。それも開催地の藤の富士宮市。はい、ご出身です。おこれ地元ですね。そうです、地元ですね。はい、で、なんか、うんと、ブラフマンっていうバンドの。メンバーがやってる、もう一つのオーバーグラウンドアコースティック。 長いですね <laughs> ーオーバー <laughs> オーバーバグラウンドアコースティックなんちゃら <laughs> そうアンダーグラウンドアコースティックオーバー <laughs> あそういう感じの人とこの一人フロ,フロントマンでその方も結構有名有名な方はいなんか有名な方ばっかですねそうですねで最後に最後はヨウとトハさんって言ってえっ、ー、とこれも結構有名 知知るる人ぞはい、で、ギターの市川さんっていう方が富士宮市の出身です、そちらも。それぞれあれですね、じゃ地元出身の方もそうです、静岡県内の出身の方が結構集まってますかね。で、この方々を勧誘というか。勧誘勧誘って言うんですか はボキャブラリーがないもんですか<笑><笑>山本さんが一応企画賞を送らせていただいて <laughs>、まあ、あの趣旨に一応目を通していただいてあの出演をそうしていただけるんですけど、まあ、地元の方々はやっぱりそうですね愛してる方多いので OK、はいはい、ということですかね。<laughs> <laughs> はい、はい、で 今日ですね、あの実は僕、午前中にですね、ちょっとあの知り合い立ってた時にですねこれ、すごい知ってるっていう人がいたんですよ。で、その時に、えー、ときに子供、連れて行けるのとかなんか言ってたんです、はい、そういうのもあるんですよ、ね、<あ>これねそうです。中学生以下のお子さんは無料で入れますのでぜひいっぱい来てほしいんですけどえっと、時から14時からキッズタイムっていう。 ちょっとリトミックのセッションみたいのが三十分ぐらいあの歩いましてでそれ,れあの十時から会場になってはいえー、音楽の方は十二時からそうです十二時から、えー、それぞれ、えー、始まってはい休憩挟みながらですかそうですね休憩ちょこちょこ挟みながらですけどで十四、えー、時 14時過ぎぐらいからキッズタイムでのまあその時はプロの,あのミュージシャンと一緒に歌ったりとかあの楽器遊びをするような時間を設けていますあのリトミックっていうのは具体的にどういうい感じなんですかまあ今回は多分その、のまあ楽器ドラムとかカフォンとかそういった楽器を一緒に叩いたりとか。ドラム、はい とかだと思います。歌を歌ったりとか。まあ、お子さんたちにもこう音楽をこう体験してもらいたいと、ね、いうことですかね。そうにステージに上がれるかもしれないですけど。はい。おお。これ楽しみですね。うん、うん、いいゴールデンウィークの楽しみになるかもしれません。はい、そしてえっ、ー、と夕方からははいあるんですよね。<laughs> 夕方からな何払ってるんですか<や>、えー。緊張するじゃないですか。<き> <laughs> 多くの緊張つ。<laughs> ありですよ。いつもと違います。本当ですか。キャンドルナイトがありますよ。何でも面白いんですけど見てました。すみません。いや一生懸命やってる。キャンドルナイト。はい。夕方六時からキャンドルナイト。これもすごいですよ。これも何がすごい。えとステージ上に大きく富士山をあのキャンドルの火で。 演出してくれることになっていて、はい、で今回桜と富士山がテーマなので、まあ、桜の木があの両側にあのろうそくで演出っていう感じでそして真ん中には富士山はいでこれ実際来た方のお楽しみなんですけどこのそれを作るのがなんとはいなほ<な>ちゃんああそうですなほコーツキャンドルさんですねともう一人いましたっけあもう一人あの一人応 あの大石さんっていうキャンドルの土台を作るボンズ設営班の人が一緒にやってます。はい。ナホちゃんと共同でですね。はい。ナホちゃんとです。ちゃんとお友達ですもんね。あ、そうですね。ナホちゃん見てますか？はいですね。はい。そうです。はい。で、で、夜は。 それが終わった後は、夜一応まあキャンドルナイトのライブがゴマ、はい、さん w i t h ザ o さんとあとようもと o t さん夜は夜でそのミュージシャンの方がはいキャンドルナイトライブやってくれて <laughs>、はい、でその後まあキャンプする方はそのまま一泊泊まっていただけますけどこ,このイベントのいいとこそれなんですよねはい。 そうですか、はい。ありがとうございます。<laughs> <そう S 1> <laughs> ありがとうございます。それは。れこれ、あれですよね。はい、音楽聴きながら、あれですよね。バーベキューやったりとかっていうのは、すごくいい。あ、そうですね。バーベキュー、あの、持ち込みになっちゃうんですけど、はい、まあ、一泊。テント券とか、あの、オートキャンプのチケット買っていただいた方は、自由に。あの、持ち込みで、バーベキューや料理していただいて。普通のキャンプみたいにしていただいて、大丈夫です。でも、目的としては、もうバーベキューやりたいっつって。 富士山の前でバーベキューってきてバックにこう有名な方々の音楽を聴きながらでもいいんです。そうですね、はい、いいです。的は音楽だけじゃなく、はい。あとワークショップもいろいろ用意してます。それ言って欲しかったです。ワークショップどんなのが出るんですかね、ワークショップ。ワークショップはそのキャンドル演出してくださるナ穂子さんがあの手作りキャンドルのワークショップやってくださったりとか、ワークショップもナ穂ちゃんやるんですね、当日は。やります。 あと、三保石パワーっていうなんか一緒に三保松原もう富士山世界遺産になったと思うんですけど三保、まあ、海岸の石にペイントする体験があったりとか<ー>あとあと,ところぼっていう木のおもちゃがあるんですけど、はい、それにまたそれも子どもたちも一緒にあのペイント体験があったりとあとほかにもはいっぱいあるんですけど鯉のぼりの。 陶器に色をつけるとか、じゃあ子供たちが楽しめるような体験が結構いっぱいもありますね。あとベビーマッサージも、ベビーマッサージ、はい、ベビーマッサージ、みやさんという、ベビーマッサージのしています。そこにいますけど、あ、そうなんですか。ベビーマッサージのなんかワークショップもあります。あると、はい、なんかお子さんも一緒にぜひ来てほしいですね。すねこの全国の始まりなのでね、お子さん、家族連れで来ていただきたい、ね、ということですよね、まあ。一人でもいいんですけどね。肝心なワークショップ、ワークショップというか。

<laughs> カイロプラクティックって言いにくいんですよ、言いいにくいんですよカイロプラクティック、もうですね,ですねあの、ツーブースですね、今回、そうですね、ーー大々的にありがとうございます、あのし姿勢のチェックとあ骨盤体操というもので参加しますのでね、はい、ぜひそちらの方ほいい、ね、あの受けに来てほしいなと思います、はい、なんかあの、17日、どんな感じでやるかって、打ち合わせするって言ってましたね。17日あ僕らの先生方が 打ち合わせしてどんなふうにやるかとかって言ってそ、ね、その先生方のうちの一人も、はい、今回参加した理由があの姿勢のためではなくて、うん、なんか大好きなミュージシャンがいるらしくてそれ聞くために参加するって言ってましたね。かたですあんか他の出店者さんも結構そういう方いますね。 もう自分のところはそっちのけで音楽を聴くためにみたいな <laughs>、はい、好きなアーティストさんが出るからって言って出展のお申し込みしてくださった方結構います,いす、まあ、はいで、えー、この、はい、富士山夫人のふもと音楽祭が、えー、と今月の26日、はい、<laughs> 土曜日、はい、ハートランド朝霧ですね、はい、会場が10時、はい、開演が12時からということで、はいえー、アクセス方法は アクセス方法は一応ドライブイン持ち屋とか魔界の牧場の近くなんですよねだからまあ車で来ていただくのが一番まあ楽かなとは思いますけど一応富士新富士富士宮までもし電車とかで来ていただけるんであればそこからあのスタッフの送迎は出すようにしておりますので、まあ、またお問い合わせいただければと思いますけど。問い合わせがあれば 最近、はい、先に事前に言っていただければあの行きと帰りは駅までお送りするっていうあの形形は取る形形これチ,チケットはどこでチケットはあの公式のホームページからもお申し込みできるんですけどーーあ、まあ、e プラスというプレイガイドでも入場券と日帰り駐車券はあのご購入いただけるのでそちらからでも大丈夫です。前売りが 前売りが、えっと、ホームページから申し込みいただくと4500円, 4, 円で e プラスとかプレイガイドですと4800円, 4, 円当日券が当日券だと6500円ですね 4, 入場券がまああれですねそうですねでプレイガイドなら前日の6時ぐらいまでは受付してると思うのでホームページがちょっともうそろそろかなと思うんですけどで、えー、保護者同伴であれば

緊張しても、近所さん。そんなこと、たたかす。こういうことにしといてください、そういうことに。うまいですね。ありがとうございます。で、これも言い忘れたことはないですか。言い忘れたこと。はい。まあ、ると思いますけど。ホームページ見てほしい。ホームページを見れば。はい。フェイスブックページもあるので。ここよりもって言わないでくださいね。そうですか。何が。ホームページさえ見れば。ホームページと、あとフェイスブックページもあるので。そちらで詳しいことを。 見ていただきたいなと思います。そしてこれがねゴールデンウィークの始まりとしたらですね、なんとゴールデンウィーク最終日、5月6日ですね。5月6日は火曜日です。そうこちらはですねあのちょっと遠く富士山の方だったんですけど、これは地元ですね。八重そうですねはい八重でこちらは山本さんはえっと 主催ですか。そうですね。山本さん主催の、はい、イベント。はい。これはえっ、ー、とトロダマルシェ。はい。そうです。これはどういったものですかね。これはえっと八重洲市のトロダ地区にある、はい、ジョインマーケットっていう洋服屋さんと、あとその向かい側にあの矢島屋書店さんがあるんですけど、はい、それぞれの駐車場にあのいろんなお店が出ます。出店というか。 が出るイベントですもともとこのトロダマルシェというのはどういった目的で始まったもともとはあのそのトロダマルシェのあの初代というか最先にジョインフリーマーケットっていうあのイベントをやっててそちらも、ね、ジョインマーケットさんのそうですジョインマーケットというその服屋さんの前だけでちっちゃく あの出店イベント同じような出店のイベントをしてましてそれはまあ来てくだいつも来てくださってるお客さんにもっと楽しんでもらおうっていうことで始めたそうですねイベントだったんですけど向かいの矢島屋書店さんも企画に賛同してくださってあのまあ一緒にやってくだ,くださるっていうことになってまあちょっと規模を拡大して大きめにって定期的に。 やらせてもらってます。はい。これあれですよね。あの今回が第三回目ですか。そうです。ですね、トロダマルシェとしては三回目、うん。はい。そうです。でこちらもですねあれですよねいろんな、えー、ショップが出るんですよね。はいえー、食べ物で言うと何が出ます。食べ物はボスコマーレさんとかんイタリアンとかンパン屋さんとか。 とたこ焼き屋さんとか。たこや、今回たこ焼き屋さん。たこ焼き屋さんも出るんですよ。あと体に優しいご飯屋さんとか。体に優しい。はい。なんか、その辺にある方もこの間出てましたね。それなんですかね。ブラウンライスキッチンさんですか。そうです。ああ、はい。すごい美味しかったですよ。ああ、そうです。美味しいですね。玄米を使ったご飯とか。はい。なんか店舗はないけど。うん。うん。そうでしたね。はい。そして。 えー、と当然ボンズさんが出るんですよね。そうですね。<あ>今回はボンズさんといえば、はい、ボンズさんといえばボンズさんなんですよね。はい、そうです。ボンズさんなんですよね。<laughs> <laughs> ボンズっていうチャリティーブランドをやってまして、あの私たちそうそうなんですよ。ボンズっていうこれはこれこっちは富士山でしたけど、こっちは東北地方にあの売り上げの十パーセントを送るっていうチャリティーの はい、義援金として贈るっていうチャリティーのブランドを立ち上げてましてすごいいろんな可愛い服とかいっぱいあるんですよねそうですグッズとかはいでこのボンズっていうロゴが富士山をまたイメージしたロゴでこれ,これ写ってるんですかこれですかここれで写るかこれでですね前回もこれ映、ね、ってましたけどい。ボンズさん僕知らなかったですこれ富士山をって 知らなかった。その番組見て初めて知りました。あ、そうですね。富士山をイメージしたロゴになってます。こんな感じで。すごいおしゃれ。はい。おしゃれなね、あの服がいっぱいあるんですよね。バッグもあります。バッグ。この間そういえばあのこういうやつ。あ、斜め。やってましたね。それも今回もこちらでも買えると。そうです。いうことですね。はい。あとどんなのが出ます？ あといろいろ出ますいろいろあれこっちは書いてありますね <laughs> 書いてありますね、はいろいろ出ますよキャンドルも出ますしキャンドルこちらもキャンドル、はい、また違うキャンドルさんですけど違うキャンドルさんはいこれはあれですかね前回お茶の里さんに出,たあそう出られた方ですおしゃれボーイズの方がのはいファ<た>ブレイズキャンドルというあのブランドがありましてそちらの出店があったりとかはい あとオリジナル T シャツとか雑貨、手作りハンドメイド雑貨とかが多いです最近、多いですね、ハンドメイドの方。い多で、すよねで山本さんも買ったりとかすするんでかしますね、毎回買ってしまいまあの主催者なんで、色ろ回らなきゃいけないと思うんですけど、あちこち顔出してましたね、僕、実は前回出させてもらったんですね。 で、えー、実は今回も、ありがたいことに、お誘いいただきまして。こちらこそ、いつも。いつもこちらこそ、ありがとうございます。こちらこそいつもあ、そうなんですよ。山本さんとは、あれですよね。<laughs> そうそうずっと忘れてました。<laughs> 去年ですね。面白い。はい、<laughs> あの、<laughs> 後先セブンの方で、<laughs> 行われた。はい、うまいもの一。そうですね。と、はいうものに、僕誘われて、出た時に、山本さんがそれの。 それも企画をさせていたのほうでそこで初めて知り合ったんですよねそこで仲良くさせていただいてなんとトロダマルシェ第2回に出ないかということで出させてもらって寒い中ありがとうございますいいあの時はあれですね第2回の時は12月だったのでクリスマスクリスマスクリスマスの装飾というか自分たちのお店をクリスマスに飾ってっていう感じで。 やららてもらいました、ねはい、すごくあの一緒に出た先生方がです、ね、楽しかったっつってあ次回は次回はって、ね、2月にちょっとあるんじゃないかなっていって2か月に1回はやろうっていうことだったんですけど <laughs> 問い合わせがき、はい、来たんですが <laughs> なんかあの、まあ、忙しいこともいろいろあって5月6日。 なくなっちゃいましたね。最終日ということで、お待たせいたしました。いいいいとんでもないです。そしてなんとこのフライヤーも今日できたてのほやほや。すごいね毎回思うんですけど、トロダマルシェのフライヤーは可愛いですよ。ねありがとうございます。前回クリスマスのツリーですごく可愛くて、今回はこの風船ですね。そうです。これ一回目と一緒なんですけど、そう一応テーマテーマの。はい。 僕は第1回出てないのでちょっとそれ知らなかったんですがこれが一応基本の基本の形ということなんですね。でそのほかにも耳つぼとか僕らの骨盤チェック手相もそうですね手相占いがあるすごい今ね手相占いとかすごく流やってますね僕も占ってもらったことあるんですけど。本当ですか すごい楽しみにしたいと思いますそして前回も出ていただいたハーブティーのプルメリアさんそして超セラピーですかはいそうですね太鼓式マッサージそしてこのネイルが初めてですかそれよく言われます僕の話はもう聞きない感じでそれでいいんですけどね。はい。ということであれですね <laughs> 八重洲のトロダチックのマルシェ <laughs> ということですねはいそうです、えー、たくさんの方々に来ていただきたいなと思います、はい、お願いします、えー、4月26日は、えー、とこちらはいゴールデンウィークの始めゴールデンウィークの始めは、はい、富士の麓音楽祭で始まりはい、えー、ゴールデンウィークの終わりはですね八重洲トロダで、はい、トロダマルシェに <laughs> 足を運んでいただきたいな、はい、と思います、はい、何か言い忘れたことありませんかね言い忘れたことはい富士 <laughs> これは別に…これは別にいいんじゃないですかね <laughs> 富士さ<山>んいいですかそうですねこ,こちらはもういいですか他に言っとくことないですか言っとこと、はい 言っとくとくことはとりあえずまあ富士のふもと音楽祭で検索してみてくださいって感じです、ね、とにかく検索をしてくる、はい、と,うことで、ね、楽しいイベントになりますねはいわかりました、はい、じゃあですね、えー、富士のふもと音楽祭は4月26日土曜日、はい、ハートランドアサギ、えー会,場がえー、会場が10時、はい、開演12時ということで、はいえー、家族連れでたくさんの方々に来ていただきたいな、はい、と思います,、はいそ,すね、そして、はい えーっと5月6日、ゴールドウィーク最終日は近場の、ヤイズえトルド・マルシェで、はいえー、楽しんでいただきたいなと思います。そ、はいえー、そろそろ終わりりででしょうかか <laughs> すすまだあと1分ぐらいじゃないですかね<う> こんな感じで、いつもあの楽しませていただきまして、僕はね、本当にね、こんな感じなんですが、山本さんどうでしたかね、<あ>今日。え、すごい、なんか湯原さんの意外な一面が見れて。<laughs> <laughs> 楽しかったです。ね。本当ですか。はい。僕こんなに。山本さん楽しむだけで、こっちの宣伝は大丈夫ですかね。<笑><笑>こんなに緊張される方とは。もういい加減、そう、もういい加減なれろって、皆さんに言われてるんですが。<laughs> なかなかね、なれません。<laughs> でもですね、あの一生懸命頑張りたいと思いますので,で山本さん、ね、頑張りよろしくお願い,いします。それではですね、本日のゲスト、えーはい、富士のふもと音楽祭の実行委員長ですね。はい、そして、えー、トロダマルシェの主催の、はい、山本あ子さんでした。はい、どうもありがとうございました。

見てねー